はい、公園のオリジナルの、いや可愛いですねでございます、はい、ありがとうございます。かわいい、あのこんな感じです。あー、かわいいですね。あ、すごい、うん、あ、写しますか、1個撮りますか。はい、ありがとうございます。はい、あの、用意されてまして、いやー素敵です、はい、あとそれと合わせましてですね、はい、公演の方からメッセージ、はい、市の方でもらってラブひたしなかを入れて、これを塗ってもらって、それで、持ってきてもらう、公園、はい、の方に、公園が再開した後にですね、お持ちいただいて、で、たくさん集まりましたらですね、これをあの園内の方で、展示をしようかなと思って、非常事態宣言を受けて、やはり、地元の子どもたちもですね、あのずっと学校に行けない状況で、ご自宅の方でずっと過ごされる時間が長いというふうにも聞いております、まあ、その中で、まあ、我々としても何かこうできることないかなということで考えておりまして、まあ、職員の発案なんですけども、まあ、このオリジナルの、まあ、眠気のクッキーをとともにですね、まあ、メッセージとご自宅でもこう楽しんでいただけるような、まあ、ちょっと、塗り絵仕立てのものにしてですね、ちょっと皆さんにお配りしたらどうかということで、今回こういう企画をさせていただきました。ささやかなんですけども、あの講演から皆さんにですね、笑顔を届けられたらいいかなというふうに思っております。使っていただけるように、はい、我々もやっていきたいと思います、はい、ありがとうございます。